ムダデルタ、あんたが味方でよかったわ。くそ、もう少しなんだ。早く砂になっちまえ、ふざけた魔法人め。お兄ちゃん、あれは何？遥か向こうから何か近づいてくるわ。まずいぞ。まさか敵の増援か？でも。ほんの数匹だけだわ。あの程度ならラムダデルタの敵じゃない。我が巫女よ、そろそろ鍵の準備が必要な時間ではなかったか？アウアウローラ、あら、もうそんな時間だったの？客を多少待たすのもまた、パーティーのもてなし方の一つではある。私はあまり好まぬのだがな。久しぶりであるな、ラムダデルタ卿。ご機嫌うるわしゅう、大アウローラ卿。ここは卿をもてなすにふさわしい場所ではない。会場への道を間違えられたか？ならば私が自らパーティー会場にご案内しよう。それは光栄ですわ、大アウローラ卿。
我が巫女よ、友人と戯れるのは後にして、今は仕事をしてくれぬか。鍵の準備をせよ。わかったわ。途中でお使いを忘れてしまう天真爛漫さも猫の魅力である。そうは思わぬか、ラムダ・デルタキオ。ゲームセットね、ラムダ。私はダイアウローラ教の巫女よ。感激の魔女は朗読の巫女に保護を与えることを忘れてはいないわよね。取引しましょう。何をよ。バトラはどこに隠れてるの。素直に白状したら全て水に流してあげるわ。奇跡の魔女のあんたがバトラごとき小さな駒を恐れるの。奇跡の魔女だからこそよ。あんな小石のような奴でも起こす奇跡があることを私は侮らないの。その小石が今じゃ奇跡の魔女に大出世したものね。もう一度聞くわ。バトラはどこ。残念よ、ラムダ。それが返事のようね。ラムダ、あんたは本当にバカだわ。ラムダ・デルタ。やっちゃったわ、バトラ。エンジェル、あとは頑張りなさいよ。私は少し混乱している。我が巫女よ、そしてラムダ・デルタ教よ。これはどういう余興なのか。ラムダは私が鍵を取りに行くのを邪魔したいみたいで。ほう、それはどういう意味なのか。その意味がわかんないなら、フェザリーヌ、あんたちょっと酔っ払ってるんじゃない。酔いざましが必要なんじゃないかしら。巫女への攻撃は主への攻撃とみなす。そなたも知らぬわけではあるまい。知ってるわ。そのルールによると私はあんたたちとやっぱり戦わなくちゃならないわけだわ。ほう、私か。私の巫女がそなたの巫女に失礼をしたか。ならば悪い。しかし教えてはくれぬか。今はそなたは巫女を持たぬはず。そなたにはいつの間に巫女がいたというのか。それがね、いっぱいいるのよ。30人か40人くらい、もっといるかしら。このラムダ・デルタ、相手が誰だろうと巫女に売られた喧嘩は全部買い取っちゃうんだからね。そいつらはみんな絶対のハッピーエンドを信じてる。この絶対の魔女が
そんな絶対を信じて頑張ってる連中をね、見捨てられるわけがないでしょ。そなたの物語も嫌いではない。我が感激に値する。しかし今の私は感激者でなく出演者である。我が巫女の親友であることを知るから、一度だけ忠告する。この舞台を降りるがよい。我が観覧席にそなたのための特別な席を設けさせよう。あんたの物語と私が感激してる物語のどちらが面白いか考えているわ。答えを聞こうぞ。バトラたちの物語の方が100倍面白いわ。悪いけど今年の助演女優賞は私がもらっとくわ。あんたたち最後の人気投票は私に入れなさいよ。最低でもトップ5よ。いいわね。どこ見て言ってんのよ。よかろう、ラムダ・デルタキュー。そなたの脚本が準備できたならいつでも参られるがよい。脚本なんて簡単よ。たった一行。華麗でキュートなラムダ・デルタ様が悪の黒幕アウアウローラを一撃でぶっ倒す。愚かなラムダ、そこまであなたが愚かとは思わなかったの。猫たちは手出し無用。ラムダ・デルタ教より献上されるこの勇敢なる物語に対し、私自らが褒美を取らせよう。勇敢なるそなたにふさわしい物語と結末を褒美に取らせる。ネザリーヌ・アウグステス・アウアウローラー。すまぬ。そなたの脚本は採用しない。なぜなら この先の脚本を記すのは私であるからだ。参ったものだ。戦いを書くのは久しぶりでな。唐突にこのような展開で筆を預けられても困るというもの。とりあえず戦いの顛末から遡って書いていこう。ラムダ・デルタ卿、そなたは私に敗れ息絶える。どんな姿でそなたは敗れるのであろうな。そなたの勇敢さにふさわしい勇壮な最後が良いだろう。こうはどうかよくわからぬが、何かに吹き飛ばされて本棚に叩きつけられ、獅子がバラバラに砕け散り、息絶えて暗闇に墜落して消える。なかなか派手な最後であるな。よし、これでとりあえずそなたの最後は決まった。
さて、ここからこのような最後に至るまでの激しい戦いを執筆せねばならぬのだが、今の私は今日も見抜く通り少々酔いが回っている。その部分は今度改めて時間を設けてじっくりと執筆することにする。今はこれにて許せ。きっとそなたに気に入ってもらえる勇敢な戦いぶりを執筆することを約束しようぞ。何？よ、これ。私、何に殺されたの？まったくだ、ラムダ・デルタ卿。良いアイデアがあったら聞かせてほしいぞ。この化け物。化け物とは私を称える褒め言葉の一つであるな。ラムダ・デルタ。エンジェ、見るな。お前は見るな。あいつはくたばってなんかいない。ただただただ勇敢だった。分かってるわ。あのラムダ・デルタが